ゴシップ、スキャンダル、アウトロー、芸能事件、ギャング、都市伝説、日本の裏社会を蹴り出すニコ生一のダークサイドチャンネル、ニコ生タックルズ。はい、どうもこんばんは、下田正義です。まあ毎月4回ね放送しているニコ生タックルなんですけど、今日はですね、あの時代を振り返るみたいな感じのね、ちょっと待って、こっち見えないな、コメントが見えないんで、やっぱりグラスさんもやめます。こっちめっちゃ見えないんでコメント見えなかったね。ちょっと僕金眼なんで見えなかったんで、はい。で、皆さん、ギャルとかギャル男とかってご存知ですかね。1999年ぐらいのね時で、僕がいたミリオン出版でもエッグとかね、メンズエッグとか、一世風靡したすごい時代がありまして、コギャルとかね、そうコギャルとか、もう15年ぐらい前にコギャルとか出てきたかもしれないんですけど、で僕なんかはそのもうちょっと前の、例えばチーマーとかのね時代だったんですけれど、それから後に出てきたそのギャルとかギャル男とかですかね。でその時代ってもう今もうギャルとかギャル男もいないじゃないですか。でどこに行っちゃったのかなっていう興味もありますし、その時代をちょっと聞いておりたいっていう番組の、僕の番組ってあるんで、だから暴走族の方とか呼んだりとかしてたりもするんですけど、一体そので、あとなんですか、その経済効果なんかもすごくて、なんかカリスマギャルがこの服いいねっていうと、なんか数億円の経済効果があったみたいな話もありましたし、そういう意味でね、ギャルって何だったのだろうかとか、ギャル男って何だったろうかみたいなことをちょっと語ってみ、トークしたいなと思いまして、和田さんとかもね、その話も後に出てくると思うんですけども、ということで、実はゲストを呼んでまして、僕とは実はですね、実はナックス時代ですから、編集長時代ですからですね、結構前なんですよ。5年以上経ってると思うんですけどね、6年以上とかその経ってると思うんですけど、今はもう全然会社の社長さんであり、蛍さんでいい、事務所でいい、事務所別にいいんでしょう。蛍氏のマネジメントもそうですね。マネジメント、赤根蛍さんね、ずっと1年間そのニコ生タックルズでアシスタントをしていただいたその事務所の社長さんでもあり、いろいろ自由やっていただいている、さっきのこのメガネもね作っていただいている、元ギャルオさんなんですが、世界のハラッチさんをお呼びしました。よろしくお願いします。ハラッチです。ハラッチです。素晴らしいです。はい、いろいろ聞きたいことをね本当にありまして、話がねすごく面白いんですよ。ちょっと質問はね、内容はちょっといろいろどうしようかな。後で、打つってどういうこととか聞きたいんですけども、内容とかって、強そう。そうですね。強そうですよね。無償無敗です。無償無敗。でも今はですね、チャラいって言われるかもしれませんけども、実際はね、やっぱり社長さんだけあって、あと、確か7、5年ぐらい前じゃないですかね、ナックルズで連載してた時って違いましたっけ。そうですね、6年とか経つ、6年ぐらいですね。蛍さんがナックルズで編集、連載持ってた時のからの付き合いなんで、すごくしっかりしてる人なんですよね。礼儀正しくて、なおかつしっかりしてる人なんで、見かけはこんな感じなんですけど、絵面すごいんですけど、はい、こんな感じなんですけど、はい、でもちょっとね、どうしようか、こう質問一覧見てもやってもいいですか。質問、はい。で今日の内容ということで、ね、タックルだから新鮮だと思うんですよ。今日聞く方はね結構ね新鮮だと思います。ハラッチの、はい、ちょっとこんな感じで質問はですね、パソコン取り込みがある、はい、これで、あ、こんな感じですね。そもそもギャルって何とか、ギャルっていつ発生したのっていうところですね。そこをちょっと、聞きたいなっていうのと、あと次を思ったポンって、はいはい、これはそうね、そういうギャル豪華が確かにね、そういうぐらいの経済効果、スワカ翼じゃないんですけれどもあったのかなとかね、そういう裏話聞きたいな、裏話っていうか聞きたいなとも思ってますね。はいはい、
次続いて、まあこれはね有料にします。スーパーフリー事件はね、ちょっとデリケートな問題もありますし、まだ入ってますんで、これはちょっとはい、有料に後半に回したいかなっていうふうに思ってますね。はい。で続いてちょっと、あ、ギャル王になってよかったですが、こういうのはね、普通に前半の方で確かにちょっと聞いてみたいと思います。なんでギャル王になっちゃったのかなっていうのね、聞いてみたいですね聞いてみたいですね、はい、うん。あ、これ打つっていうのはこれも後半にします。打つって何なのっていう名前もありますし、まあこれ打つっていうのは実はまあ、セクロスのことなんですよね、うん、そうですね、はい、セクロスで、はい、まあどのぐらい打ってきたのかなっていうのも聞きたいので、はい、打つっていうんですって。だからギャル用語では打つっていうというね、うん、あいつ打ったのとかいう感じなんですか。そうですね、うん、今でも使ってますけどね。今でも使ってる。37で今年8になるのにまだその言葉は使ってますよね。はい、今日打ったのとかそういう感じなんですか。打ったのお前みたいな。あ、はい、なるほどね。30代のライングループラインとかでまだそんな話になってます、ね。もうダメな、ダメなやつばっか集まってる、でちなみにちょっとこれ一応後半にも告知しますけど、ハラッチからのこうプレゼントというか、そのこれ作っていただきまして、このグラサンですね。まあこれ不思議なグラサンで、裏はねちゃんとねこうなってるんですよ。こうでも表になるとこうなってるっていう。これ開けてませんから、3名様いきましたっけ。3名様です。3名様ね、また後半にも告知しますけど、ハラッチのご厚意で、見えますよね、うん、まあこういう感じですね、うん、これちょっと、はい、これを、はい、うまい棒見せてって書いてあります。うまい棒見せてうまい棒か、うまい棒こうか、なんで俺の顔っていう感じですか。塾長、ね、はい、あとまあステッカーですね。ステッカーがこう、はい、あと名刺です。あ、これ名刺ですね、はい、これをプレゼントさせていただきますんで、はい、もちろんで、そのフォーム質問フォームかな、なんだっけ、わかんないですけど、そこから出て行っていただければ。あ、ちょっと待ってください、今リンク出します、うん、と思うんですよ、ね、でも蛍氏の後ろで見てた時と比べてなんかコメントが優しいですねあー、そう、あ、後ろにいましたっけ。あ、僕は、あ、結構前のはず、最初の方 の、ね、はい、ニコ生ナックルズの 2,3 年前のね、2年ぐらい前、そう、はい、あとはもうあれですもんね、まあ本人一人で言ってますからね。これはそう、このクリックするとですね、ハラッチのそのあれでしょ。あ、そうですね、これのオリジナルで5個から作れるので。そうそう、5個から作れると、はい、オリジナルでなんかこれいうサングラスがっていうと作ってくれるという。そうですね、デザインを送っていただければ作れる、うん、まあ、世界のハラッチで自分で作って、自分で作って、はい、ここではちょっと頭悪い感じ。いや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 、とんでもないです、はい、うん、というのがやりますんで、はい、で早速ですね、まあ、皆さんギャルとかギャルとかって、でもここの視聴者の方って男性が多くて、しかも30ともに二十歳ぐらいの人が多いんですよ。ああ、なるほどですね、うん、はい、だけど多分ギャルとかギャルって全然ちょっと分かんないよっていう人が多かったりもすると思うんでね、はいはいはい、まずはそうですね、二十歳のそのちょっとギャル時代の写真をどうですかね、どれが一番いいのかな。まあ19番が一番現役ですかね。ああ、9番ね、はい、はい、昔のじゃあ、大学生時代ですね、これね。そうですね、はい、大学これ2年か3年ですね。だけどはい、はい、来たー、これねすごいっすね、これね、黒いっすね、これギャルですか。まあ、そうですね、もうそのまんまですね。そのまんまですか、これはギャルなんですか。まあ、カラコンメッシュチャラいっすよね。ガングロメッシュチェケラッチョみたいなことを言ってたような時代ですこれなんでチャレーって書いてあるね。チャラいっすよ、今日の番組チャラいですからね、はい、うん、でもセンスがもうそうっすね。だから、うん、つけてるのもこれピアスとかも風鈴のピアスなんですね。なんか風鈴、はい、ほうほうほう。でその時みんなジンベイもよく着てたんで、はいはい、ジンベイに合わせて、これらはあれですか、パーティーとかのなんですかね、場面はどうなんだろう。これはいつだろう。いやでも基本的にこう常に渋谷とか歌舞伎町とかにいて、うん、こうナンパをずっとしてたような時代なんで、ははは、で大学
終わ大学生だけど、うん、終わって、まあ、こういう時って感じ。いやこれ何年前だ、17年前ですね。17年前、はい、ちょうど1999年ぐらいじゃないですか、うん、大学名は言っていいんですか。あ、大丈夫ですよ、はい、うん、早稲田大学なんで。だから今こそ今もじ、ね、自立して会社作ってやってらっしゃるわけですよね、うん、まあでも4年間遊び尽くしたんでね、僕就活もせず。あ、早稲田の時ですか、うん、そうですね、うん、はい、ちなみにこの写真3番、はい、はい、これ高校ぐらいですね。だから大学デビューなんですかね。まあ完全に大学デビューですね。はい、この子ね、しい感じの、はい、優しい感じの、はい、可愛い感じのね。そうですね、はい、まあ、真面目じゃないと早稲田受かんないですよね。あ、まあ、そうですよね。早稲田は受かんないですよね。はい、早稲田は難しかったでしょうね。そうですね、はい、これはもう純粋な、この時もうすでにデビューしてたんですか。いや僕だからその高校時代、まあ、浪人してるんですけど、はい、まあ、高3の、1月まで童貞だったんで、うん、あ、そうなんですか、はい、だから僕なんでこうもともと、まあ、言うと高校2年ぐらいからもう受験勉強始めてて、はい、うんうん、で高3の初めにはその学校の私立向けで1位だったんですよ。で1位でもう絶対みんなに、先生とかみんな早稲田入る入るってずっと言われてて、で8月までずっと勉強してたんですよ。もうその時とか朝6時からずっと勉強してたんですよ。でも8月勉強してたらある日、暑い日にふと、はいはい、あれ俺はこのままもしかして一生童貞なのかもしれないと思って勉強をやめたんですよ。なるほど。で次の月に、はいはい、茶髪にしてピアスを開けて、まだその時はね、でもなんか黒くするとかそういう分もなかったんで、なるほど。で高校の文化祭とか行って、はい、一生懸命動いて、はい、やっとその浪人、あ、大学高校3年の1月に童貞を捨てられたと。高校3年の、あ、結構遅め。いや、かなり遅いですね。ですよね、はい、まあすごい普通の高校だったんでね、っていうのはあるんですけど、まあ別に高校の名前とかもちろん場所は言えなくていいけど、はい、一応東京都内ってことは、ね、あ、そうですね、まあ板橋ですね、はい、あ、板橋、どこかと、ね、はい、都内でね。そうなんですよね。でじゃ全然それまではあれですね、不良的なものではなかったってこと。僕も本当に一般ピープルなんです。ただまあ地元が、はい、まあ、杉並区というのもあるので、ちょろっとすればちょろっと人たちがいっぱいいるわけです。そう言いますね、杉並結構ね。そういう先輩たちから、はい、こういうふうにこう、うん、こんなパーケンとかが当時、はあ、ね、ただ行ったこともないのにこんなパーケン回ってきて、はい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 、で地元のやつらでこう分けるぞってことが渡されて、何も分からずなんか高校生でバイトもしないのに2万円とかお母さんからなるほどもらって渡してたみたいな時代でしたね。だその時はでも一番だからそれこそチーマーの時代ですよね、はい、ああ、はい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 。ただ渋谷とかも、はい、こうテレビで、うん、誰でしたっけあれ、松村、うん、松村の何でしたあれは、電波少年、電波少年、うん、で見てて、めっちゃ怖いじゃんみたいな、はい、で地元の先輩でも結構有名なチーマーの先輩がいたから、うん、もう絶対渋谷なんで行かないみたいな感じで見てたのが僕の渋谷だし、なるほど、はい、でその時に、うん、まあ、ちょっと入っていくと、はい、多分ギャルって、うん、スタートで言うと、うん、そのもともと僕らが高2ぐらいって、うん、ジュリアナ東京の最後の方ですよね、はい、バブルの最後、はいはい、なんでその時にみんなギャルって言われてたじゃないですか。うん、そのジュリアナのジュリアナギャル、ジュリアナギャル、はい、例えばこの写真13とか写してもいいですかね。どういう、別に顔写ってないけど、そのギャルってどんなものかっていう、13ダメかな、13とかのギャルだともっと新しいギャルですよね。だからそのギャルで言うとスタートは、はいはい、多分ジュリアナとかのギャルがいて、そういうのを真似した高校生たちを小ギャルって呼んでたと思うんですね。なるほど。で小ギャルっていうのがちょうど僕らの高校の同級生たちが小ギャルなんですね、きっと。ただ僕はその時パンピーなんで、はい、もうその怖いじゃないですか、小ギャル、小ギャル怖い、小ギャル不良、小ギャル怖かったですね。もうルーズソックスとか、はいはいはい、もうでもちょっとそのどちらかというとこうブラック系な感じのイメージですよね、そのファッションとかも、はいはい、なんかこう、あ、こういうラップってこと、じゃあ、そう、そういうことをしてそうなこう黒人のギャルみたいなの雰囲気があったようなイメージですよね、はいはいはい、でそれが多分小ギャルで、はい、でそっから 2,3 年ぐらいはずっと小ギャルって呼ばれてたはずなんですね最初は、うんうん、でもある時から子が通れてギャルっていうようになった。小ギャルってつけたのってなんか
僕の取材では、チーマーの誰だったっけな、忘れちゃった、宇田川警備隊の誰だったみたいな話もありますもんね。多分そのジュリアナとかその辺の世代のギャルたちに憧れてて、ジュリアナに入れなかった子たちを小ギャルと呼んでいて、なるほど。それこそその渋谷の1996年ぐらいが小ギャル世代だし、渋谷はチーマーですね。そうですね、はい、でその時が多分コギャルっていうその今のギャルの元になるものが生まれてっていうのがスタートだと思いますよね。それが多分最初ですね。ギャル、あ、それギャル、ギャルで、それコギャルですね。コギャルか、はい。でこのギャルは どこから生まれたんですかね。まずコギャルっていうのが出て、途中からなんかは分からないんですけど、コがなくなったんですね。で女、そういうちょっと派手で、なるほど、それはどんぐらいかな、僕が大学1年なので、はいはい、1998年、うんうん、8年ぐらいにちょうど女の子たちが黒くてカラコン入れて、はいはい、メッシュを入れたんですね。メッシュは分かりやすい写真はあるかな、8番の僕の、ほうほう、メッシュ、メッシュですね、うん、8番、あ、宮下さんといたな、エッグのモデルか。そうですね、宮下美恵とかもすごい時代ですよね。よく知ってるな。多分こんな風にこう入れ色、こんなのを入れるのがちょっと女の子の間で流行ったんですね。多分1998年ぐらい。あ、8年で。でその時はもう小ギャルとは言わずにギャルって言ってましたね。言ってましたね。でその時に僕ら男でもこういうのを入れるのが流行ったんですよ。でその時までは男で金髪とかはいたけど、こういうメッシュをするっていうのが女の子のやるもんだから、なんで男がやるっていうのがなんかおかしかったはずなんです。なるほど。でその時まだギャルって言葉もないんですよ。なかったんだ。だから女の子がでもそういうのをやってるのをみんななんか真似したような感じなんですね、スタートは。そういう風にメッシュを入れてロン毛にしてみたいな、でカラコンにして、あの黒くするって、それで多分最初女の子の文化なんですね。でその女の子のギャルのやってたのを真似して、こういう風貌が生まれたんですよ。でも僕がこれをやった時っていうのは大体大学2年なんで1998年なんですよ。でもその時はまだギャルオって言葉でくくられてないですね。なんか、はい、名前も出てなかったんですか。出てないです。だから僕はその時とかこうもっとギャルになりたいって言ってましたね。もっとギャルになりたい、もっとギャルになりたい、別になんか男が好きだとかじゃなくて、なくてね、もっとギャルになりたい、もっとギャルもっとギャルになりたい、名言ですね。もっとギャルになりたいんですか。そう、もっとギャルになりたかった当時はね。もっとギャルにならなきゃ。正直98年で大学何年生。大学2年ですね。2年からこういうふうにデビューした感じですね。大学1年もっとパンピーなんで。あ、そうなんですか。はい、やっぱり地元も東京で、で、地元の先輩も怖いやついっぱいいる中で、いきなり東京というところにいて、まあきっかけはイベントサークルに入ったっていうところがあったんですけど、大学1年に、はい、うん、イベントサークルにすぐ入ったからって、見た目とかもすぐ変えるのもちょっと抵抗あって、まあちょっと長めの茶髪ぐらいだったんですね。あ、でもその時ボーイズラッシュっていう雑誌があって、はい、それに出てるやつが同じバイト先だったんですよ。でバイト先のやつに、いや、ハラッチ別に全然メッシュ似合うから入れた方がいいよみたいなと言われて、はいはい、俺みたいなパンピーそんなことやっていいのみたいなことを思ってたけど、まあ、そのボーイズラッシュのモデルのやつが言うから、はい、じゃあやってみたと。もしかしたら意外いい感じだし、ちょっとモテるし、モテた、こういうのやるとモテるんだで別に今までちょっと変な話でこう小ギャルっていうものに、はい、パンピーの高校生時代はビビってたわけじゃないですか。だから話しかけることもできず、はい、みたいな時だったのに、はいはいはい、なん自分がこうやって見た目を変えるだけで、はい、すごくギャルの反応が良くなったんですよ。なんか、もういいじゃんみたいな、これいいね、良かったですか。すごい、全然変わりました全然。その時カラオケのバイトをしてたんですけど、普通の時はもう普通の子の反応はまあ普通にね、ナンパとかそんなしてるわけじゃないけど、まあ悪くなかったんですけど、はいはい、そう変えるとそういうちょっと当時は怖えなと思ってた、このギャル系の子たちが、はい、ガングロ、メッシュ、カラコンみたいな子たちが非常に反応良くなったんですよ。なるほど。そうすると、はい、どんどんこうした方がモテんじゃねえのみたいな。なるほど。でどん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 こう派手に派手に、うん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 、当時で言うと、ま、見た目はこんなだし、うんうん、さっきの9番の写真に、ね、写真にあったように、うんうん、黄色い T シャツして、黄色いアロハ着て、うん、下は赤のカラパンみたいなの履いてますからね、うん、とかジンベエで歩いてたりとか、うん、だから風鈴のピアスつけたらもっと派手でモテるんじゃないみたいな。これなんかでもなんかチーマっぽいんだよね。でも違うんですか。チーマとギャルは違うんですよね。チーマとギャルも多分イコールなとこはあったはずなんです、うんうん、渋谷というカルチャーの中でいたはずなんで。ですよね。ただまあ
僕のイメージはギャル王は別に喧嘩はしない。うん、はい、まあ、ファッションは似通ってるけど、はい、その行動様式が違うってことですかね。そうですね、うんうん、ギャル王喧嘩しないです。まあしないですね、はい、もうどんだけなんかこうハッタリの中で戦っていくかみたいな、うん、まあそれイベサーもっていうところにつながるわけだ。まあそうですね、はい、うん、でそうギャルをやっぱり渋谷が一番使った日って感じなんですけど、やっぱり渋谷なんですか、あの行動範囲というか、そのその当時で言うと、うん、そのまあギャル男という言葉が流行りだした時と同時に、うん、東京は大学生のイベントサークルブームっていうのが起きてるんですよ。なるほど。この2つが掛け合わさって、うん、一気にこうでかいブームになったというか、だからそれが多分1998年から1999年なんですよ。ほうほうほう。でその時にやっぱみんな渋谷っていうところにバーッと溜まってたんですね、うん、でもセンター街にバーッとこうギャル男のパンピーだった、もともとパンピー田舎もんだったやつがみんな見た目だけを変えて、田舎もんだって変えて渋谷に立ってもうずっとナンパをしてたりとか、センター街のそのなんだっけプリクラのメッカの前で酒を飲んでたりとか、まあそんなことやってたんですよ。それってあのセンター街でしょ、はい、いっぱいいたじゃんチーマとかで。それがまた一番あれなのが、ちょうど1996年にいたチーマーたちいっぱいいたじゃないですか、うん、いたいたが1998年いないんですよ。あ、そうなんだ。多分パクられてたりとか、あもうみんなちょっと年になってきたから、僕らとタメが中心だったじゃないですか、もう高校卒業してそんなことやってる場合じゃないって言って地元に戻ったりとかで、1998年はめちゃくちゃ平和なんですよ渋谷が。だから本当パンピーのやつらがマジでこう一升瓶で飲みながらナンパとかしてたような時代なんですよ。あだからその大学イベサー×ギャル王あなるほどっていう時代ですね。 で女の子はもう高校生みたいな、うーんっていうことだったんです、ね、なるほど、はい、その時大学生 で、はい、でナンパしま、そう渋谷ナンパは渋谷なんですか。ナンパは渋谷新宿池袋別にどこでもやってたんですけど、まあクラブその時のイベサーっていうのが基本的には何をやってたかっていうと、毎週飲み会を居酒屋でいっぱい人数集めてやるか、もしくは土日にクラブを借りてイベントをやるか、うん、どっちかだったんですか。そのクラブあの名前あの昔だと R ホールとか、R ホールとかか、まあ、一番頑張った時はベルファーレ、ベルファーレですね。だベルファーレの手前だとツインスターみたいな、神楽坂ツインスター、あ神楽坂にあったな、はい、六本木ベルファーレみたいな、なんかこう出世魚みたいになって、サークルがでかくなるとそこをやっていくみたいな。六本木の方行っちゃいますよね。そう最終はベルファーレで2000人っていうのが一番入るの で、 すごいですね、そこを単独やるのがみんな夢でやってたような感じでしたね。なるほど。98年でじゃあ あの人たちいなかったんだ。あのいなかったんですよ。経営なんとか連合とか。そうそういなかったんですよ。いなかったのか。それこそねもっとボスの時代だったんですよ、ね。ボスの時代。ボスの時代。でいなかったんですよ。なぜか空白の期間、うん、いなかったんですけど、ある時次の時代があるんですよ。1998年一気にそうやって、それはそうですね、見た目超派手で、別に喧嘩でする必要もないと、平和にただ飲んでナンパしてればいいだけだから、もう渋谷はもう本当に我々イベサーのものみたいな雰囲気があったんですよ。もうなんか渋谷に行けばもう友達とか後輩必ずいるみたいなっていうのが1999年に一気にね変わるんですね。それこそさっきからのやつら人間たちがバーッと出てきてイベサー狩りをするんです。もういきなり駆られた方なんですか。僕はあまり渋谷はやっぱり地元がもともと杉並区って、ね、東京ってのもあって、ね、さっきも言った通り渋谷が怖かったんで、やっぱりった、そういう我が物の時代になっていてもやっぱちょっと行くのは怖かったんですよ。なるほど。渋谷に行くのはちょっと怖いなと思ったんですよ。じゃあどっちが新宿の、僕は新宿に行ったんですよ。あ新宿の方が、はい、新宿の方がいいかな。渋谷の方が確かに。でも渋谷は渋谷にいた、ね、もちろんねそのたまにも行ってるしあれですけど、うん、渋谷で常にナンパするとかしてなかったんですけど、うん、でもそこから渋谷でイベサー上がりが、うん、あそうイベサー上がりとコメントで本当はどういうありましたね。あの1999年の9年ですね。もうその年月は毎回クラブのイベントで毎回それ系の人間が VIP で大暴れして大事件なるみたいな。まあその組織の名前言わなくていいんですけど、そういう、はい、それ系の人たちっていうふうに言っておきましょうかね。その本当元々の町の主役たちが戻ってきたみたいな
待ちましょう。いや、それそうですよね。俺らがいない間に、おめえらみたいなやつ、誰だお前らみたいな。あ、それ喧嘩派手にしてて、全然喧嘩しようぜって言ったら、もうみんな、いやいやみたいな。で、すぐケツ持ちとかのね、自分たちのサークルのケツ持ちみたいな人たちもいたんですよ。で、それで名前出すんですけど、別にそれも不良じゃないから、結局、こう、出てきてくんないですよ。ああ。おろおろみたいな。それお前らと解決しろよ。そうすると、僕らだけやられて。マジで？はい。もう、ぶん殴られるはあるし。そう、クラブで？クラブもあるし、その街もありましたね。イベサーガリの時は街ですね。いきなり。イベサーガリ街？いきなりもう本当に、僕はね、直接やられたことないですけど、地元の親友がやられて、いきなりこう、空パンとか履いて立ってたら、いきなりボコンで殴った後に、お前イベサーだろ、みたいな。確認の前。ああ、はい、あの人たちそういう人だもんね。そうなんですよ、ね。で、そうなんですよ。だから、それで言うと5番の写真があると思うんですけど。あ、5番、はいはいはい、はい。5番の話。まあ、ちょっと僕の話になっちゃって。いや、全然それを聞きたいですね。はい。で、この5番とかのこの写真は楽しそうにしてますけど、してるな。この後、僕らは500万を、うん、それ系の人間たちに払いに行く瞬間です。はい、あ、そう、はい、あの人たちに、そうです、あ、まあ、楽しそうにもう最後の晩餐みたいなチャンス最後の晩餐にかわいそうなんですよ、本当にかわいそうなんだけど、ちょっと通話ってお酒飲んで行くぜ、ね、みたいなやったんですかね、はい、で、いや別に普通にただ謝りに行くだけなんですけど、なんか喧嘩しに行くみたいな感じになってますけど、まあ、格好つけたんでしょうね、多分ね、うん、で、それが1999年で、で、僕らのそのイベサーっていう部分で言うと、今度はでも2000年になると一気にいなくなるんですよ、ギャルが、いや、そっち系の人間たち、そっち系の人たちが1年間さんさん詰められてたのに、2000になるとなんか、あれってまた平和な時代が戻ってきたなって言って、そっから平和なんですよ、あ、渋谷が、あ、そうなんですか、うん、あれ、じゃあ、あの、このし、あれ、ま、ちょっと理由わかんないですけど、例えばこれなかった、これ、このこれ、それもない、いないですね、いなかった、でもそこの人間じゃないですか、僕らからすると、うん、そのあれ、うん、あれいなかったっけ、うん、でも言わない方がいい、めんどくさいもんだって、その あの人たちいて、うん、誰一人名前マジで出せないですけど、いやいや出さない方がいいですよ、だから俺も最近連絡取って、あ、こういう組織図です、ね、うん、だからで、この辺が普通に出てきたんですよ、多分パクられてたのが、あ、99年にね、はい、で、うん、この辺はまだこの言うことを聞いてたんです当時、あ、なるほど、ね、で、うん、これがもう戦闘機ってぶん殴ってたんですよ、あ、これが戦闘機はね、これが、はい、はあ、で、多分でもそこから1年の間に、まあとはいえそのイベサーパンピンしかいないと言っても、うん、結構人数がいたんで、うん、その中の例えばなんかちょっと先輩の中で強い人がいるとか、うん、お兄ちゃんすごいとか、うん、あったりとか、はいはい、あとはそっち系が、うん、まあ、詐欺とか金融とか、うん、もう別にお金があったら、うん、カツアゲする必要ないじゃないですか、パクられるかもしれない、はいはいはい、だからそっちに行ったんで一気に平和になったのか、あ、なるほどなるほど、だから2000年にまたイベサー時代がバーッと復活するんです、なるほど、で、それが大体2000年ぐらいですね、うん、で2000年終わって、じゃだってこの人もう六本木行ってるでしょ、この人六本木行ってない、いや、バンバンいましたね、いました、いました、いました、いたか、あいつ、はい、白浜にもいましたけど、うん、白浜は怖いんだよね、ビクビクしながら、あ、ごめんなさい、遮ってすみません、あ、そうか、イベサー狩りでじゃあ1年ぐらいついたってことですかね、1年、まあ最初はボロボロやられて、途中の方はなんか自分たちのピップとかに呼んで接待するみたいな、うん、まあ僕らは本当弱いし何もできないけど、女の子持ってくることだけはできたので、なるほど、なるほど、はい、まあ、その時やっぱ街が、まあ、これどこ行ったってテーマで言うと、やっぱ渋谷本当に暑かったので、うん、街にはそのギャルと呼ばれるその高校生のギャル、うん、で大学生の短大生のギャルってすっごいいっぱいいたんですよ、はいはい、でそれがいっぱいいたから、そういう子たちがサークルでやっぱちょっとこうね、あのサークルの何ハラッチ、うん、俺ちょっと知ってるみたいな感じで結構簡単に釣れたような時代なんです、ね、あれじゃあのなんかやめきゅう牛島くんっぽい感じですか、牛島くんのあの物語で言うと、うん、あ、まあでもあれが本当にもろに僕らの世代ですね、だよね、1998年から2000年ぐらいのまさにそうです、ね、で、ワルも本当にいたみたいなね、まあ、牛田君見てると結構話古いなと思って見てたんですよ、はい、そのイベサ君みたいな辺とかって、はい、あれって古い古いハッチの時代じゃねえと思ってて、あの見てて例えば、うん、あれ面白いのは、うん、ミーティング場所があるんですけど、うん、僕ら渋谷のルノワールの地下があったんですよ昔、うん、今の東京ハンズの前に、あー、あった、今地下、うん、今ねもうないルノワールなんですよ、うん、でそこの地下で必ずミーティングしてたんですけど、それとかも全部
牛島くん表現してるし、だよね、まあ、肉まむしほどのもんすげえないないけど、うん、豚塚みたいな先輩いっぱいいました。あ、そうですか。おけずもってやるは全然モテない先輩だと思ってました。そんなにいっぱいいた。だから結構本当ですよね。あ、そうそう、だあの人たちは結構いう方取材してますからね、うん、でしかもあんな感じでした。僕は地元が結構悪い先輩いるから、地元の悪い先輩とサークルで有名な先輩がついてたんで、うん、まあ、この両方の名前で生きがってた感じです。あ、いや別にいいけどやってもみたいな、いいよいいよって。なるほど。でも誰いるか分かってるよねみたいな、うん、マジで超ちっちゃい人間だったです。いやいやいや、そんなことないですよ、うん、それちっちゃいって自分でいること自体がそんなちっちゃくないんですよ、うん、実は、ね、よくそれでね、うん、まあ、そんな時代があって渋谷、ね、そうですね。だからあの時代は本当暑かったですね。でそっから本当にでも、ね、そうですね、いくらでもだって当時渋谷新宿池袋行って、うん、別にどっかしらの街で言えば、うん、もう何時でもナンパができたイメージですよね。え、どうやってナンパするんですか。ちなみに僕街ででしょ。そうですね。でも別にウイスみたいな感じですね。ウイスウイスみたいな感じだし、あとは自分たちで毎回毎週クラブイベントをやってたので、はい、そこで主催してれば別に。じゃあ まさに牛島君みたいな。いや本当本当そうです。あれじゃん、はい、すごい楽な時代ですよね。え、でもナンパする人はあれでしょ、こういう人ナンパしないでしょ、あの選ぶでしょやっぱり。あのまあギャルしかこれいなかったですからね、お客さんに。ああ、え、でも街、あ、でも路上でもやっぱり普通の子は声かけなかったですね。その、もう当時一つのあれが、うん、可愛いっていうその基準が黒い、うん、黒くないんです。なんか例えばこうやっているじゃん、黒い黒なんかみんなでバーっとなんか偉そうに渋谷でたむろってるわけですね、酒とか飲みながら。そしてこうちょっと女の子通ると、お、今のギャルめっちゃ黒くねみたいな、めっちゃ黒いわみたいな、お、黒い黒いみたいな。ちょっとあそこなんですか、意味が分かんないですよ。あの可愛いイコール黒いみたいな、なんか時代だった部分はありますね。ってこと、え、芸能人でとどの誰が流行ってたとはいえ、でも浜崎あゆみがやっぱり人気、浜崎の時代か。でも黒かったですよね、あゆみ、あゆみ、そうですね、その時代ですね。キムタクの時代でもない。あ、そうです、キムタクの時代でもありますね。でも別にキムタクに憧れてはないですね、誰も。そう、違うでしょうね、はい、だから髪全然違うもんね、はい、誰に。あ、こう、あ、でも芸能人男はあんまりないんじゃないですか、うん、でもそれで言えばまだキムタクって気はしますけどね、うん、女の子あゆとか香原朋美とか、 あとディープスチカとかよかったですね。あ、じゃあク、うん、もうまあですね、浜崎ってもうだって同じ年ぐらいじゃない、あの浜崎あゆみ、原地と多分ね、うん、え、返さない言葉結構きますね。あ、返せないコメントね、はい、あの返せないコメントはスルーしてくださいね、うん、でもゴローズとかも出てましたけど、もう僕の時も流行ってますね、ゴローズか、うん、でもゴローズってもともともうちょっとチーマー世代だよね。そう、全然チーマー世代、96年ぐらいのそのゴローズ渋カジ、そう時代ですね。もうでも渋カジもあれですよ、あの僕から言わせればちょっと違うんで、はいはいはい、あのまあ、僕明大なこんなでしょ、はい、でもアメカジなんですよ絶対に。でも渋カジって言い出したのって多分田舎もなんですよ。あ、はい、で、あの渋カジってなんかあのジーンズになんかソックス履いたりとか、はいはい、どんどん本当アメカジ、ごっついアメカジですね、うんうん、ちょっと喧嘩しやすいその、うん、あのレッドウィングのブーツ履いたりとかして、で、ね、で革ジャン、うん、あと同じお揃いなそのスタジャン着たりとかして、そうですね、バンソンとかありますね。そうそう、バンソンとかなんだけど、うん、ゴローズもありましたけどね、でもね、うん、確かにね、うん、なんですね、だからまあそれあって、うん、ちょっとすみません話が進んで、ああごめんなさい、そうそう、で2000年にまあ平和の時代がなって、うんうん、まあ、その時もイベントサークルでもいくつかこうイベントがあったんですよ、うんうん、でそれがまあ一つになって超大きいイベントをやって、うん、イベントはついにみたいな、うん、だから僕は一回2000年で大学卒業とともに引退してるんですけど、その世界はギャルは辞めてないけどイベサは辞めて、あ、そうなんだ。そっから次に行くのは2003年のスーパーフリー事件なんですね。なるほどね。2003から2年間忘れちゃったんですけど、でその時に大学生のイベサーが一気に壊滅するんですよ。なんスーフリーでと。スーパーフリーで。いや結局スーパーフリーがイベントサークルっていう表記をしたので、僕らからすれば別にスーパーフリーイベントサークルではないです、うんうん、違うの。オールラウンドサークルなんですよ。ちょっと何が違うのか分かんないと思うんですけど。あ、それは後編で、あの後半、あ、そうですね、後半で、はいはい、でスーパーフリー時間の時に一気に大学生の勢いがあったところがやっぱなくなるんですね、うん、それはそうですよね。みんな田舎から出てきていい大学に入ってるとか、うん、基本的には大学生中心だったので、うんうんうん、まあ、親とかの目もあるし、うん、自分たちもそんな危険な思いまでしてみたいな、うんうん、で一気にその大学生が就職終わっていくんですけど、うん、その代わりに今度は高校生だけ残ったんですよ、うん、
高校生サークル、でまあ、ギャルサーと呼ばれるもんですね。なるほど。それがギャルサーブーム のスタートですね。で僕らの時もそのギャルサーってのはあったんですけど、女の子はやっぱ主体じゃないんですよ。イベントのあくまで僕らがやっぱイベントの時にチケットを巻く要因としてギャルサーを持ってただけだったんですね。なるほど。でそっからまあそのギャルサー時代っていうのが始まる。それ何年ですか？それが2003年ぐらいからですね。なるほど。まあ2001年ぐらいからちょっと火はついてきて、結局大学生が落ちていく中で高校生は別に何も落ちることがないので、そこから2003年から始まって、で今ギャルブームが始まって、それで結局2005年ぐらいにちょうどパラパラが今度流行るんですね。パラパラ とギャルがくっついて、でその時まあエッグとかもすごく勢いがあったので、そうですね、はい、でエッグお化けだしです。そうなんですね。でそれにくっついて一気にそれが全国に広がるんですよ。なるほど。でその時で僕はまあ2000年に引退したものの、まあいろいろあって2006年ぐらいにまたちょっとイベントサークル業界に戻ってきたんですね。まあ、もういい年なんですけどその時は。でその時に全国の2005年ぐらいの全国で僕らがやってたイベントだと全国30都市とかやってるんですよ。全国にギャルがいるんですよ。なるほど。ギャル王が。北海道から。そうですね、北海道で下は福岡もやってますね。一番下は福岡かな、うん、はい、うん、福岡マリアクラブ、上はそのキングムーってクラブがあって、そのとこでそのイベサーみたいなのがあって、でそういうパンフレットみたいなのを作ってやってたんですね、うん、でその時が一気に一番こうブームが広がった時じゃないですかね、うん、2005年、はい、ギャルの条件って何なんですかね。まあ、その多分途中からギャルの定義って変わってると思うんですけど、僕らの時のギャルの定義は、うん、まあもちろんまあ黒い、はい、メッシュカラコン、うん、服は当時はミジェーンとかアルバローザとか、うん、はちょっと派手な格好をしてる、うん、プラスチャラいって、ね、僕は思ってましたけど、ね、チャラい、はい、チャラくなくてギャルじゃねえだろみたいな思ってましたけどね。やりまんって感じですか。まあちょっと悪く言えばそうですね。あ、はい、まあ、それに抵抗がないぐらいにしときましょうか。なるほど。あ、そうですね。そうか。全然そうね。なるほどね。はいはいはい。わかりました。それがでも元々の定義なんですよ。だから結局不良ですよね。うん、女の子でいう不良。で、まあ、まあ僕らの時の高校の時の小ギャルは本当の不良だと思うんですよ。あ、で、なるほど。逆に僕らの時のその大学生の時 の、はい、のギャルっていうのは。不良、そんな不良ではないんですけど、うん、まあちょっとそのでも外れてるみたいな、うーん、ちょろっと不良みたいな、まあデビューですけどね、デビューですよね、僕らの周りはね。でも2005年に流行りだすギャルたちっていうのは高校生のギャルだから、それはそれでちょっと悪いはずなんですよ、うん、高校でそんなの、ね、確かに、うん、でまあちょっと不良文化になって、うん、当時のエッグモデルとか言うとやっぱりちょっと地元じゃ有名なんですよ。あ、そうでしょうね。ちょっと悪い。でその悪さとギャルっていうところがカリスマになったんですね。あ、そこから2005年から大体いつまでだろうな、カリスマギャルがいたって思うのは宮下なんとかさんとかね、まあそうですね、みえちゃんとか僕らの世代なんでもうちょっと古いんですよ。あ、結構古いんだろう。どちらかというともうちょっと新しい2005年ぐらいの子たちはいるんですけど、名前出すとあれなんで、うん、でも2005年ぐらいからちょっとそういう不良高校生ギャル、うん、がカリスマ。なるほど。ってなってエッグに出て一気に広がるんですね、うん、地方のそういう子たちに尊敬される存在としてちょっと神がかってたんですよ。だから地方のイベントとかにそのいうエッグモデルとか連れてくと、普通に本当わけわかんない青森とかでも300人とか入るんですよ。おー、300人青森で行ってたら結構なもんですね。で茨城とかでも1000人入ってたりとか、もう結構ねそういう時代だったんですね、うん、でそれがその一番ギャルのピークですね、うん、でそのピークの時代が今度伝っていったのはいつからかっていうと、今度はこれはちょっと僕の視界も入るんですけど、今度流行りだすのが、うん、時代の進化とともに、まあ、ブログとかが始まっていくわけですね、うん、ほうほうほう。で今度は有名のギャルがモデルブログを書いてて、はい、そのブログっていうのが非常にヒットしていくわけですよ、うんうん、地方の若い子たちなんてメディアもあんまなかった時代で、まあ、でも携帯を見れたから、はいはいはい、あと携帯もねすごく進歩してネットも進歩したんで、もうブログを気軽に見れる、で東京のカリスマの行動を気軽に見れるっていうので、うん、すごくブログが流行ったんですよ、うんうん、一気に、はいはい、と。そうですね。でそれでがあって、またそれもそうですね、ギャル文化っていうのを一気に伸ばしたんですけど、うんうん、それと同時に今度はそれを商売になるっ
って、うん、その辺のギャルたちと仲いいやつがそれで商売を始めるようになったんですよ。で商売を、うん、まあ、例えばブログにそれこそまあ当時の、ね、話題になったステマみたいなことをするんですね、はいはい、このカラコンいいからつけてみたいな、あステマですね、で買ったよみたいな、あ、まあ、実際上げてて本当にいいと思って使ってるんで、うん、そんなねひどいステマではないんですけど、当時はね、なるほど、ギャルにそのね、あのシナジーのあるものやってたはずなんですけど、うんうん、でだんだんとこういうふうにこう、うん、あの進んでいくと今度はちょっとプチタレント化みたいにしてくなっていくわけですね。テレビに出ることがあったりとか、はい、ちょっとプロダクションっぽく囲っていくみたいな、はいはいはい、そうするとブログにこういうこと書くなとか、うん、で変なこと書いてればね、じゃあちゃんとした広告入んなくなるんで、うん、とか、ね、なってって今度ギャルを飼いならされていくんですね、ギャルが、うん、そうするとどうなるかっていうと、もともと不良文化で自由にやってた子たちを制限するから、うん、結局悪くなくなっちゃうんですよ、うん、で女の子たちも当時のじゃあギャルモデルとかって僕らがやってた時はイベントを、うん、その2005年とかは3万円のギャラとかで来てたんですよ、うん、でも今とかやったら10倍ぐらいだと思うんですよ。10倍ぐらいですね。10倍ぐらい。だからもうそんぐらい価値が変わってった流れになるとお金になるっていう女の子たちも多いから、不良だった子たちもちょっと自分を抑えてお金に行こうってなってったりしますよね。でプロダクションの方もそうなって、うん、こう、まあ、言い方悪いけどギャルが飼いならされていく。なるほどね。そうすると飼いならされていくとその子たちはもうカリスマじゃなくなってきますよね。なるほどね。だんだんと、はいはい、そうするとカリスマがいなくなってくると、うん、まあ、ギャルね、そう、ね、ストリートじゃなくなりますよ ね、 そういうことですね。ストリートで人気あった人はそういうなんかこう、まあ、メディアに出てくるとその良さが消えていくっていうか、 ね、 そうなんですね、トゲが取れちゃうと、うん、ね、結局その尖ったのが良かった、うん、だからテレビには出れないところがカリスマ性だったし、あの収まってんだったらテレビに出てくる人たちも全然すごいんですよね、うんうんうん、松坂翼とかってどうなんですか、あれはギャル、あの子も多分ギャルだったけど僕はあんまり現役の頃は見たことないですね、うん、2005年とかもいたと思いますその方が、ね、そうですよね、多分ね、でもあの子はやっぱねすごい有名、有名、もうそう、うん、まあ、まあ普通にタレントっていうか ね、 うね、ママタレントか、ね、まあそんな感じです ね、 そうそうね、であの子はまあブログのまあそういうふうに成功者の走りですね、そうですよね、うん、松坂翼がなんかこう行ったらその商品すごい売れるみたいな、まあね、本当にまさにそのあの数億円の効果あるみたいなことをマスコミ、僕その時いたん、あと三ノ島にいたんでね、はい、そういう噂ありましたもんね、うん、でも実際あったと思いますね、あったと思いますよね、でだからそのお金になるってところでブログがこうなってた、うんうん、そう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 、でそれになって買いなされてどん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 伝ってた結果、うん、やっぱこうあともう一個、それがまず一つ、うん、カリスマがいなくなった、あでもう一個の理由としてはあれですね、 SNS が流行っていくわけですよ、はいはいはい、例えばその時はまだミクシーとかなんですけど、ミクシーです、ね、結局なんでみんな街に出て派手にするかというと、うん、出会いたいからなんですね、うん、若い子たちは特に、なるほど、モテたいとか出会いたいとか、はいはいはい、でも SNS があったら別にわざわざ出なくても会えちゃうんですね人とも、うん、そうするとわざわざ外に出るのもめんどくさいし、うん、人間関係もめんどくさいしってなってって、はいはい、うん、ね、人間関係やっぱこうぶつかるので、ね、うん、っていうのも嫌だ、うん、でどん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 こうギャルなのになんかこうなんで引きこもりギャルみたいな見た目だけギャル、そうするとギャルやってる意味なくなってきて、うん、そのだんだん出ないと、あと SNS とかだと叩かれる、確かにね、言われますよね、はい、今だったらツイッターですけど ね、 ね、ツイッターとかもだから、うん、まあ、ギャルブームの時はそのカリスマから広がってだんだんそのギャルも広がってってこういうギャルたちもいたけど、うんうん、このカリスマいなくなってプラスそのギャルたちは別にそんなに不良じゃないんですよ、うん、そんなね、うんうん、で気持ちも強くないから不良ではないんだ、はい、裾野の子たちはですね、うん、途中からファッションみたいになってるんで、なるほど、で裾野の子たちはでも強くないので気持ちが、でそうするとこうなんかこう目立ちたくないとかなって、はあはあ、SNS で戦われるとか、うん、なんかあって収縮してって、うん、結局あんまり派手にこう、うんうん、やらない方がいいんじゃないのみたいな、で街に出なくても人には会えるし、なるほど、あんまりメリットないみたいになっていくわけじゃないですか、うん、だからカリスマはいない、うん、街に出ても出会いもない、出会うこともないから SNS に行く、うんうん、あとなんか目立つと叩かれる、うん、でそれで一気にギャル文化っていうのはバンとなくなる、なるほど、あの弱くなってははっていうのが流れてます、ね、消えた理由っていうのはそこだと思います、なるほど、で結果ギャル王は基本的にはその子たちをターゲットにした男たちだっただけで、うんうんうん、結局ギャル王をやってる意味ないじゃないですか、確かにギャルがいなくなったらギャルをやってみない、意味ないですよね、ギャルをだけモテたい方向性違ってるのに一人だけ一人だけポツンとなんかギャルだけいたらあんまり意味がないですね、意味ないですね、そうするとギャルである意味がなくなってギャルをまあスタっていくみたいな、なるほど、はい、そういうで消えてっ
で、この答えがそういうことなんですかね。ということですね。うん、だから結局は、なるほどね、ギャルが飼いならされて、うん、カリスマだったギャルが飼いならされて、うんうん、カリスマじゃなくなっていった。でもちょっと大きな、じゃあ事務所にも飲み込まれたっていうのもありますよね。だからね、それはね、まあ、大きい事務所じゃないとこもあるんですけど、うん、結局は、まあ、芸能の仕組みもちょっと変えた部分はあると思うんですよね。そう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 、ブログとギャルっていうの。そう、確かに。ちょっとそこはちょっと話題ずれるのであれですけど、うんうん、とあと SNS の台頭、うん、まあ、この2つが大きい理由ですよ ね、うん、で消えてしまったっていう、まあいるはいますけどね、ちょろちょろと、うん、でも昔のような、うん、僕らがギャルって言ってたようなギャルはいないですね。そうでしょ、はい、もう焼かないし、うんうん、あ、いや、これ肌がでしょ、うん、焼かないし、そうそうそう、別になんかそのなんていうの、うん、尖ってないし、うんうん、尖った、そうですよね、まあ、時代が厳しくなったのもあると思うんですけど、クラブとか昔はね、高校生でも普通に入れたじゃないですか。そう、でも今はもね、全部 ID チェックしないと入れないし、きついですよね、うん、で ID チェック、ね、する時代にはもう20歳になったから私は落ち着くみたいになっちゃってるし、うん、確かに、ね、昔は25でも6でもギャルだったんですけどね、みんなね。あ、まあ、なるほど、うん、でもっと根本的な理由を言うと、ギャルをやってもモテないからギャルじゃなくなった可能性ありますけどね。そう、いや、ぶっちゃけそうでしょう。今は、うん、あの色白で、まあ、AKB 的な感じが、まあそうですね、ああいう方がモテる、はい、ちょ、前髪パッツンみたいな感じの方がモテる、うん、あと、まあ、男、今の20代の子たちが弱いっていうのもありますね。あ、確かに、はい、街に出て目立つことも、男も一緒じゃないですか、うん、街に出て目立ったら SNS で叩かれることをビビっちゃったりとか、あ、そんなことをする時代になっちゃったから、うん、その男も派手にいかない。そうですね、焼かないですもんね、うん、あと今の大学生とか焼かないですね、確かに焼かないですね。僕も今焼いてないんですね。え、焼いてないです。いや、でも海ですね、これは。いや、焼いてんじゃない。海はね、焼けちゃうじゃないですか、うんうん、でもその、うん、今の大学生とか話しても、うん、本当全然打ってないですよ。あ、打った、先ほどね、あ、打つって、お前何打ったの今月言っても悲しい数字なんですよ。打つっていうのはですね、あの説明をね、あの打つは、まあ、セクロスの意味ですね。まあ、そうですね、あの、はい、出してください、ここに、こうなんかこうね、これギャル語でいいんですか。まあ、ギャル、そうですね。でも、いや、流れは、もともとはイベサー用語ですね、はい。流れは後半であります。ただ、打つはセクロスって意味なんですけど、ね、まあ、完全にそうですね。で、今で、だから、あの、そう、じゃずっと打つって言ってるんですか、あの、言い続けてるの、あの、僕とか、うん、僕の周りの30代、今でも言ってますね。うん、思ってんのとか。はい。まあ、僕はね、もう落ち着いた部分があるんで、あの、そっちはあれですけど、でも、当時の、そのイベントサークル卒業組が、はい、今ってちょうど僕の37から、まあ、30代後半で、まあ、ある程度仕事もうまくいってて結婚したけど、はいはい、なんかそろそろ子供もできて、はいはい、大きくなってきたから嫁とうまくいってないからまた遊びたいみたいなやつが、うんうん、またみんな戻ってきてるんですよ。あ、そうなんだ、はい、でそういう LINE グループに40人ぐらいいたりとか言ってそのやつは、まあ、なんか誰だか打った話とかしてますよ。いい年してみんなマジで、はい、やっぱりその辺はちょっと変わんないですね。打ってるんだね。はい、変わんないですね。どこで打ってるの？どうやって打ってるんだろう。まあそれは、まあ、いいです。まあ、そうだ、今の打ち方と多分昔の打ち方は全然違う。違うんでしょうね。はい、違うんでしょうね。はい。さ、37、8のもう。いや、37、8になって20代と同じ打ち方してたら化け物ですよ。いないでしょうね。てか逮捕されます、うん。今の時代は。そうそうそう。はい、うん。うんこめいない。あ、そうなんですよ。打つはね、あの打つ流れはちょっと聞きたいですね。あの、うん、後半に聞きたいんですけどね。あとちょっとあったんですけどコメントで。はい、あのパラパラってどこで出てきたんですか。どう出てきたんですか。パラパラはもともとで言うと多分ジュリアナとかなのかベルファールの初期なのか分かんないですけど、うん、パラパラって何度もあるんですよ、ブームが、はいはいはい、1時、2時、3時、4時とか言い方があって、ほうほうほう、僕もそこまで詳しくないですけど、うん、1時はそのジュリアナとかの時ですね。もともと黒服がその踊る時に、うん、あのスーツとかじゃないですか、昔って比べて、うんうん、だから手だけで踊った方がいいっていうので、なるほど、始まったのはパラパラなんですね。なるほど。でジュリアナからジュリアナとか何なんだろう、まあ、あれユーロビートだよね。そうですね、うん、あのもうちょっとゼノンとか、ゼノン、はい、新宿のね、新宿のゼノン、はい、あそこであったマハラジャとか、マハラジャだよね、はい、とか、だから僕の世代のもうちょっと前ですね。で、ああ、そうかもしれないですね。流行りはですね、流行りはですね。で、僕が大学で1998年ぐらいにイベントサークル入った時に、うん、二次ブームが終わったんですよ。でもその時にもパラパラ踊るなんてめちゃくちゃダサいことだったんですよ。ギャルもギャル王もパラパラなんて誰も踊ってなかったんですよ。え、あ、そうなんですか。めちゃくちゃダサいことって言われてたんで。でも
なぜか2000年ぐらいにまたパラパラブームが来たんですよ、うん、そこからその第3次パラパラブームって言われていて、いや僕とハラチと会った時そのあの、まあ、マハラジェの、はい、ウエストかわからないオープンの時 あ、ね、あれであれは4時か5時ブームです。そう、はい、踊ってましたよね。そうです、まあ、踊らされました踊らされました下手くそなのに。だ僕の時は流行ってないからほとんど踊れないんですよ。え、ちょっと踊ってくださいよ。恥ずかしいな。いやいやいや、ちょっと立って立って。ナイトオンファイアですか。いや、わかんないです。ちょっとだけいいですけど、ちょっとじゃあお願いします。映ってないですね。あ、映ってます。難しそう。曲ライターめっちゃ恥ずかしい。いや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 、すまない。いや、うん、ね、あ、まあそうだ、コリキのあれですね、これ。え、コリキ、これがナイトファイヤーのコリキバージョンがあって、あ、うん、あ、ね、懐かしいってなってる、はい、確かに、これはないと、これ結構きついですね確かに。そうなんですね。で、2003年、そうで2005年に、はい、そのパラパラの多分ブームの最後が来るんですね。4時か5時ブーム。で、その時にやっぱパラパラも、そうだ、ABEX が出してたんで、イベントサークルのイベントの CD かけるパラパラっていうので全国に行ったんですよ。あ、それもありますね。全国で一気にギャルが流行ったのは。もう、それ ABEX のやつ？ ABEX が出してた、その、パラパラとイベントのコンピレのアルバムがあったんですよ、はい。それがすごい売れたんですよ。なるほど。はい、コンピレだって5万とか8万とか売れてたんで、相当売れてた時代ですよね。だパラパラとギャル文化はもう密接というか、もう切っても切れないですね。そうですね。2000、あの、僕らの2000年以降はそうですね。ギャルとパラパラが一致した時代ですね。その前は全然関係なかったです。ああ、うん、ゼノンまで戻ってたやつ、パラパラっていうかユーロで踊ってましたね、みんな。あの、僕の同級生もゼノンとかで。ああ、でもユーロにその振り付けをしたのがパラパラですね。だよね、はい、そう。だからユーロでみんな周りになって、はい、ワナと踊ってたんで、はいはいはい、僕の同級生は出禁になりました、だからゼノンで。ゼノンで。うん、で僕そのユーロとかで嫌いだったんで、はいはいはい、まああの、あのこうラップと、はい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 、あのユーロビートがここにせみ合ってる時代だったんですよね、はいはいはい、ディスコだったんでね。でも僕らの時はでも本当流れてたのはどうなんだろうな。でも普通に J-POP とかで盛り上がってましたね。J-POP? イージードゥダンス、イージードゥダンス、イージードゥダンスで、イージードゥダンス、はい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 とか、なんかその、あ、そういうやつ、あ、なんですよね。めちゃくちゃ流行ってましたね、当時。TRF か。TRF とか、別にその、なんでも流行ってましたね。浜田ゲームとかってことか。なんだろう。うーん、でもなんか TRF が一番ね、まあ、おーみたいな感じがしますね。あれは、ズーは、ズーはちょっともうちょっと後ですね。で、そうですね、今あったけど、なんだっけ、あ、なんて言ってたか忘れちゃった。その曲のこと書いてあったけど忘れちゃった。 TRF の、いや、 TRF のイージーダンスじゃなくて、なんだっけな、コンマロ、早くな、コメントの早いですね。なんかあったんですけど、それは曲のやつ、あ、トランスか。トランスも、あ、トランスか。トランスは2001年とかなんですよ。あ、でもね、トランスもあります。思い出せばトランスもギャル王文化を一気に拡大させましたね。なるほどね。そのトランスパラパラが、はいはいはい、とモデルっていうのがもう全部密接です。地方のイベント行けば必ずトランスとパラパラ の時間があってモデルが出てみたいな、はい、そうですね。トランスはありますね、まあ、トランスはでもみんな、ね、今でもそうでしょう。だってトランスは今流行ってないですね。もういないです。今 EDM っていうまたちょっと違うジャンルなんですよ。あれトランスじゃないの？あの、僕聞いたら一緒っすよね。僕も一緒っすよ。俺全然、あの、いや、とりあえず、あの、六本木の、はい、あの、この人がやってるクラブ行ったわけ。そこで、あの、ビップに通されてさ、はい、で、あの、ラップがかかるんですけど、あ、ラップだなと思って行こうと思うんですけど、はいはい、あの、全然トランスかかってめっちゃ、あの、みんな来るんですよ、人が。ははあ、トランスかかってんのかと思って。あ、違います。トランスじゃないんですよ。EDM ですね、あれ。EDM って何ですか、はい、それ。エレクトリックダンスミュージックみたいな。まあ、違いはでも僕も分かんないです。白打ちとか一緒な気がするし。ですよね。違い全く分かんないです。関係ない。言い方っすね。打ち込み系。あ、打ち込み系ってこと？ああ、まあそうなんですかね。うん、今は EDM なんですね。まただからちょっとトランスとか終わって、はいはい、まあそれこそウルトラとか、なんかそういうちょっと違う文化なんですね。そっか。ちょっと次の質問とか なんかなかったっけ。あ、でももうすぐちょっと。そうなんです。あと8分なんで。あ、そうか。じゃあお知らせ。締めで休憩で。
後半はどうやったら打てるのかとか、はい、ぜひ聞きたいですよね、代表ね。コールが聞きたいです。はい。コール。あ、お酒の？あ、大丈夫です。あ、じゃあ待って、それも打つに密接に関係してます。はい、打つとあとコール、あと聞きたいのは何かあります？あと質問が来たら読むのと、あとスーパーフリー事件。うん、あ、スーフリーね。これはまあまあちょっと。抑え気味でね。まあそうですね。うん、抑え気味で、ね。まあやっぱり早稲田なんで、ね。ちょっとシャレにならない。はい。一歩隣がスーパーフリーですからね。ということでじゃあまず、トイレタイムの前にお知らせというかそのまあ原社長から世界の原地こと原地社長からの。はい。プレゼントです。まずプレゼントね。はい。待ってください、私今うんこ塗ってます。原地未解決事件語ってほしい。何も分かんないですよ。さっき原地に本書いてほしいって書いて、いやギャル時代の本を書いてほしいっていうコメントあったから、じゃあ石田さんが出してくれれば僕は本当のことを語ります。じゃあゴーストで僕書きます。お願いします。原地さんからこのサングラスをいただいたので視聴者の皆さんに3名様にプレゼントしたいと思います。はい、これも開けてませんからね。はい、応募期間は本日21時から1週間応募期間設けておりまして、はい、他にもですね、そのうまい棒とかシールとか名刺とか全部つけてセットにして、はいはい、プレゼントしたいと思いますので、はい、皆さんぜひぜひご応募お待ちしております。こうなりますよ、こういう感じ、こういう感じになります。かけるとこういう感じです。はい、でこの原地さんの、原地さんそのサングラスのサイトもあるので5個から作れるんですよね。そうですね、オリジナルのが、はい、何でも作れる感じなんですか。そうですね、デザインが、はい、何でも大丈夫ですね。デザイン入稿してもらえればこんなのもできるし、このサングラスがあれば打てますか。うん、打てると思います。うん、誕生日とかですね。誕生日とかね、そうパーティーグッズみたいな、はい、うん、パーティーグッズ、ね、うん、はい、パーティーグッズね。そのメガネがあれば打てますかっていう質問が。あ、それ後でに、そうですね、はい、後半にしましょう。じゃあ皆さん、そろそろ、今うんこめでリンク出しますので後半枠に移動をお願いいたします。僕の本 のあれもしといてください。はい、します。ちょっと待ってください。ごめんね、間違えちゃった、ごめん。ちょっと待って、はい、9月17日発売です。高田社現代新書からですね、生身の暴力論というのを書き私2年ぶりに書いたんですけど、まあ結構高田社現代新書なんでちょっとなんていうのかな、ちょっと敷居が高いって変な言い方なんですけど、まあ、哲学的なことを書く人が多いんで、よくありがとうございます。暴力について書いてるんですけど、言葉の暴力についても書いてまして、ニコニコ動画とかアフリカ TV とかその辺のことも書いてます。ノエル少年とかも書いてますね。暴力論とは、まあ、ちょっと、それ、そうだな、僕の一人語りの時にちょっとゆっくり話したいと思いますけど、もしよろしければ。あ、電子でも売りますよ、もちろん。現代新書っていうのはそういうなんか、なんだっけ、岩波中高現代新書みたいなね、位置づけらしいので、同じ発売日になんか野口幸男先生と同じかぶってるんで、すごい嫌なんですけど、まあもし、はい、はい、買っていただければ幸いですね。はい、はい、ぜひ、今、Amazon から予約もできますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、後半枠に、ね、はい、移動をお願いいたします。それでは、一旦休憩になります。はいはい。